2年ぶりの J2 のビファーレン長崎と昨シーズン J2 3位の横浜 FC、 立ち上がります5分でした。横浜 FC ここはね、あのタイミングは合ってたんですけども、まあ、少しね当たりどころが悪かったですよね。19分は長崎のシーンです。これは玉田のチェイスから始まったシーン、まあ、ここはね前線から本当にいいプレスをかけてミスを誘発してこのイジョンホ選手の突破ですよね。まあ、ここで打つか突破するか迷ったとは思うんですけども、まあ、あのカットインからのシュート、まあ、判断としては悪くなかったと思いますね。前半は0対0ということで後半を迎えました。先にチャンスを作ったのは横浜 FC でした。まあ、少しサイドで時間をかけてからのクロスでこぼれ球に対してのレアンドロ選手だったんですけども、まあ、少しねあのボールが飛んできた位置が悪くてと体勢が崩れてしまったのかなと思います。46分でした。その3分後がこのシーンです。まあ、ここね懐深い切り返しからノルク気味のパスですよね。徳重もよく反応しました。そして56分、今度は長崎のシーンです。島田のコーナーキックからフリーキックから、ここはね後ろに少し体重が流れてしまってるんですよね。まあ、それでもねよくあのあそこまでヘディングで持っていったなと思いますね。62分にはまた長崎、玉田から島田というところです。まあ、ここでねいいインターセプトをしてここ越えなかったんですけども、このセカンドボール拾ってからのシュート、まあ、抑えることはできてたんですけどもね、はい、惜しかったですね。ここもまあ玉田がでもね味のあるパスを出しました。そして続いて66分、横浜 FC です。まあ、ここで体を投げ出してしっかりと我慢しましたよね。まあ、ここでねこう横浜 FC が決めることができていれば状況は一変してたかもしれないですね。はい、最後は徳重抑えました。そして83分です。まあ、ここもねワンタッチパスからこう崩していっての、まあ、最後ね惜しかったですよね。途中クォーター途中出場の豊島のシュートでしたが右に外れました。少しね引っかかりましたよね。そしてこれが、ね、田代の退場シーンなんですが、まあ、少しねアフター気味で長谷川選手が行ってしまったので、まあ、それにこう、まあね、頭に来てこう報復行為というところで、まあ、レッドカードでしたね。それを受けてのこのシーンということになります。まあ、これはねもう素晴らしいシュートの一言ですね。まあ、逆サイドから飛んできたボールなので左足で合わせるっていうこと自体は難しいシュートなんですよね。まあ、本当にこう気持ちのこもったシュートになりました。時間は90分でした。このテグラモリ監督とそして、まあ、当然ですが新加入長谷川の喜びようです。最後は横浜 FC レアンドロのセットプレーを長崎が跳ね返したところで試合終了。2019年就任1年目の